半世紀生きたもう働きたくないプレアンです。おはようございます。7月30日朝の10時40分です。それじゃあ今日もよろしくお願いします。昼飯っていうか朝飯ですね。シリアル食べてます。今日は久しぶりに晴れてるんですよね。いい天気ですわ。もうセミもうるさくてね、もう夏って感じですね。ねえ、買い物どうしよっかな。暑そうやな、なんか。コンビニで買い物出たんですけど、すごい暑いです。じゃあちょっとコンビニ行ってきます。はい、今日のコーヒータイムは第一パンのゴーゴーカレー監修のカレーパンですね。いただきます。ちょっとレンジで温めすぎて熱かったんでちょっと冷ましてました。いただきます。ゴーゴーカレーだわこれ。まあとんかつ入ってないですけどね。ゴーゴーカレー しばらく食べてないな。また行きたいな。今度行こうか。今日の晩ご飯はカレーです。いただきます。今日30日の支出なんですが、コンビニで800円ほど使ってますが、これ PayPay のチャージ分から払ってますので今日の支出には入れません。なので預金残高は変わらず557万7361円です。はい、今日はコンビニ行ったぐらいしか外出てないんですね。まあ、6時ぐらいに外出ようかなって、散歩でもしようかなって家出たんですけど、なんか雨がパラついてたんで、また家に控えしました。はい、そんなもんですね、今日は。それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた明日。